こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は変化マックスマンいきましょう。闇の神楽坂、スバル、葵、立川、そして加藤と、この構成でいきたいと思います。で、この動画は後付け実況になります。友達スタンプとドリンク持ち込みです。いきましょう。で、まあめちゃくちゃ試行回数やりまして、ついに成し遂げました。しかも過去最速で成し遂げた動画になっておりますので、皆様にめちゃくちゃ楽しんでいただけるんじゃないかなっていうところと、あとは、こう、やっぱりこういうサクセスを通じて、まあじゃあどういう立ち回りをしたら、こう、野手育成とか投手育成とか、こう、うまく経験点を出せるんだろうとか、こう立ち回っていけるんだろうってことを、まあ僕は掴んでいるつもりなので、まあ、本当に楽しく、そしてお勉強ができる回になるんじゃないのかなというふうに思います。で、この変化回だけに関しては、とにかく今、セルに積んでいる、セルのところに積んでいる変化のマス、まあ、これを意識して積むっていうところです。で、これは野手育成でも同じで、まあ、その自分が狙いたい、基礎セルですよね。プラス、それのブースター、まあ、それを積むっていうことが非常に大事になります。で、この回に関しては、そこを積むっていうところと、あとは、イベキャラの強化、プラス、加藤京子の評価を、まあ、ガツガツ上げましょうというところです。で、結構別案で、桜睦子とかを入れたデッキを何回もやっていて、まあ、それも良かったんですけど、具合が。しかも試合経験点とエピローグで点数伸ばせるんで、最後。ただなんか最終的になんかいけるなってなったんですよね、自分の中で。まあこれは別にその相棒のセルを取らなくても、むしろなんかもう一人タッグを組める、早い段階で組めるようにしてった方がいいなっていう感じで、まあ最終的には葵ちゃんを入れたっていうところですね。で、精神も、まあ、結構こう不足しない、まあ普通に取れるので、まあそこは大丈夫なのかなという感じですね。で、その間にもサクセスが進んでおりまして、立川がタック早くて、しかもここでまた、まあ、ドリンクはさっさと使っていく方なので、僕はここで超特訓を仕掛けましょう。で、いきなりセクイチで完走タックですね。まあ、やっぱりアンドロメダ学園はこういうこうセクイチから一気に仕掛けられるっていうのがあったりするので非常に大きいですよね。ありがとう。しかもダブルタックだから。闇野が二人いて、そこの基礎物が乗っていて強いっていう感じのタックですね。で、あとはまた積み直していくというところです。まあ、とにかく意識するのが、まあ、体力の管理、変化系のセル。まあ、これを意識していけば OK です。まあ、その加藤の評価と、イブキャラの評価がいったら、まあ、そこを意識していくのと、技術と精神は不足気味になってきたなって思ったら、そこは、ちょっと意識して積んでいけばいいぐらいの感じです。ただ技術と精神は積みすぎると、VR フィールド自体がジャングルにならなくなってしまうので、そこは注意が必要です。まあ僕が何回もやってた中で、まあ、技術足んなくて技術積んだ時に、あーこれ月面になっちゃったとか、すごく何回もあったので、まあそこは注意が必要ですと。で、スバルが2回目走ったので、闇野とスバルで大体2人待機するんですけど、まあスバルが先走ったんで、もう、他の4球種は取って、まあ、スバル待ちにしようという感じのムーブですね。結構ね、序盤は自分でこう、後付けではなくてその場でやったんですけど、そこそこ試行回数必要だったので、もうこれは後付けにするかという感じで、まあ、夜鍋して頑張って、だから楽しくなってきて、自分の中で。これ全然苦じゃなくて、僕の中で。めっちゃ楽しいんですよ、毎回。毎回その全力学園とか、あと他の高校マイビルとかでもやったりしましたけど、まあ、めちゃくちゃ楽しくて、まあ普通にこうなんかガンガンまたやりたいなという感じです。まあこれでね、こう投手育成の方にもちょっと加藤京子を活かせるようなデッキ案とか、まあちょっとガチってみてもいいかなって、まあ前々からこう投手アンドロメダ面白そうだなって僕勝手に話をしていて、で、ここもタック強いですね。神楽坂の評価を上げましょう。で、まあそういう話をしていて、で、まあ、いけないことはないんじゃないのかなというところです。その野手に比べて点数が意図的に落とされるっていう仕様があるらしいので、まあ、そういったところは何とも言えないんですが、まあなんかいけるんじゃないかな、なんとかなるんじゃないかなと勝手に思っていたりはします。で、ここ綺麗に使い切れましたね。使い切んなくても完走はしてなかった。820。
で、まあやっぱりこの超特訓してる間に何回この変化タックを絡ませられるかっていうのが重要で、で、まあ一番理想的な形が、まず VR フィールドの入る、シンプルにタック踏む、で、超特訓を仕掛ける、で、もう1ターン普通に踏む。まあこの3ターン、超特訓を絡めて3ターン、こう練習を踏んでいくっていうムーブが大事かなっていうのが、まあ、やってるうちに分かってきて、これ多分野手育成に活かせるんだろうなっていうふうに思いました。で、加藤京子自体は、彼女間に合わなかったんで、ここはクリボッチですと。もう間に合ってないんだ、すごいね。今見返すと。少し前に達成して、ちょっと、休憩してからまた、これ、後付けしているんで、あ、なんかそういうことだったのか、すごいなって思いながら見てます、自分でも。もう変化めちゃくちゃ伸びてるからね。で、なんか僕はこれをやるときに、そのシングルタックだから待つとかっていうことは特にしてないです。結局その、積みがうまくいっていればこんな感じで一人でも300点ぐらい点数を入れていけるので、まあそれで全然十分かなっていうところで考えています。むしろなんかこう、下手なセルを取るとか、まあ無駄なターンでこう、なんでしょう。まあ、やることなくて何しようみたいなのが一番いけないかなと思っているの で、今のも、普段だったら多分加藤京子のデートを踏んで体力最大値を上げていくんですけど、ラパワーだったんでまあいいかっていうところと、神楽坂が体力を回復してくれたんでラッキーっていうところですね。結構すごい。まあ、その全力学園で、まあ、リテイクしていた時はめちゃくちゃ大変だったんですよ、本当に。もう全然圧倒的に少ない試行回数。まあ試行回数は積んだんですけど、まあ、全力に比べたら、まあ全然少ない回数で達成できたかなっていうふうに思います。そして、スバルが走りましたと。で、ここは一人で僕が心の中でこのテキストを読みながら、スタートライブを覚えましたと。で、ここも強いですね、タックが。めちゃくちゃいい。999。もう何回カンスト入るんだろうみたいな。やっぱりなんか自分が意図的に起こせる確率が、まあ非常に高いので、まあそういった意味で点数は非常に取りやすいし、あとは無駄な経験点が入ってこないですよね。VR フィールドを調整できるんで。まあ無駄な得点っていうのはまあ技術のことですよ。技術過剰すぎて全力とか、まあさばけなくて打球伸びとか取ったりするんですけど、まあそういう動きが全く必要ないので、まあ非常にやりやすいなと、まあ個人的には思ってます。まあ程よく入ってきますよ、技術。で、ここで体力も回復できました。で、999入ってます。これ多分降りへん。3個あげる。で、あとはまた積み直していく感じですね。で、オーバーフローゲージも当然意識はするんですけど、そうではなくて、まあ、とにかくまずは、変化のセルとかコピーのセル。まあ、この辺を積んで、しっかりと変化球のダブルタック以上、そして変化のシングルタックでも、強いタックを引ける状態にしておくっていうのがまあ大事なところかなと思います。だからもうこれやって僕野手育成もすごくこう再燃していてやりたいな思っていて、やっぱりその、うん、なんでしょう。その何かこう別の角度からサクセスして学んだことって絶対その他の普段のサクセスにね生きたりするので、まあ、非常に大事なんじゃないのかなというふうに思っていたりします。これ青い行くのかな。まあ、守備でもいいけど。あ、青いかな。多分これ青いった記憶か。で、まあ、精神と技術ですよね。ここを、まあ、ちょこちょこと積んでいくのは大事なので、まあ、ここは踏んどこっていうところですね。これは、球速ですね。加藤京子ですね。で、あとはカロリーバーを持っていくと、ドリンクとカロリーバー両方ですね。これを持っていくと多分、かなり、立ち回りとしてはやりやすくなるんじゃないのかなというふうに思います。まあその結構カロリーバーがもう数ないんで僕は、まあ、ドリンクだけっていう感じにはしてました。で、お正月間に合ってないんで体力の最大値まだがあるんでね、ここは加藤京子で上げていきます。で、ここをサボり癖の体力回復と闇野の回復で全開できたのがめちゃくちゃでかかったです。で、ここもタックもダブル来てました。で、当然葵の基礎モナめちゃくちゃでかいんで、しかも立川の基礎モナと練習効果30が重なってめっちゃ強いと。で、ここは3回練習したいんで、まず踏んで、あとはその超特訓も超特訓して跳ねるポイントが少ない時は、そんなにこう意識的に踏まないようにしてます。で、これ超特訓いくやつですね。すんよ。
もうポイントがはけないやつね、これ。で、ここもカンストですね。もう本当に上限つけて、上限撤廃してもらえたら相当いくけどね、この高校。で、体力回復が絡みました。やる気も戻りました。で、ここでタック起きないんですよね。うわ、すっごいもったいないなっていう感じで。で、まあ、こういう時は、まあ、しょうがないので、体力を戻して、次の、セルの積みに、対応していくのが大事かなと思います。まあ、ここ稼働強行踏んでもよかったんですけど、まあ、100点ぐらいだったらいつでも入れられるんで、まあ、それだったら普通に回復をして、次に備えましょうというところですね。で、ここはまあ、どこでもいいでしょう。今やってることに関して、特にコツとか関係ないんで。で、ここはメンタルですね。まあ、とにかく、こういう変化のセル、そしてブースターのセル、できれば。まあ、それを両方積むっていうのが大事です。これ普通に行きますね。破損セルとかも、組み込むのあんま良くないんですけど、まあ、ここの一点集中のデッキ、まあ、一点集中で経験点を稼ぐだけっていうところであれば、他の積みが良ければ、まあ、そこはどんどん踏んでいっていいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、ここでカンストタックですね。で、これ、超特訓してないですからね。結局、積みがいいとこういうことになったりするので、まあ、非常に大事ですし、まあ、強気でとかもね、とってもポイントが余るという、こう、すごいサクセスになってます。まあ、完全に全力護衛しましたね。で、ここでもカンスト級が入ってますと。で、試合の方に行きましょう。で、コンピューターに任せるんで、サクサクっと終わります。はい。まあ、勝てなかったですが、引き分けですが、まあ、十分ですね。で、12,200 点台ですと。多分、もうちょっと出せると思います。感想とかを気にすれば。で、ここでも、葵ちゃんが一人で600点入れてくれてますね。すんよ。葵はやっぱ桁違いに強かったりはしますね。で、ここも神楽坂とのダブルでカンストですと。で、この辺になってくるともう経験点がさばけないんですよね。1回に使うポイントがでかすぎて、まあ、どうしようもないっていう状態になったりします。階段とかすればよかったですね。ここはちょっともったいなかったなって今思うとちょっと思います。で、ここもカンストタックが入ってくれてますと。で、当然、でかいので取りに行きたいんですけど、まあ、体力がね、さすがになさすぎるんで、ここはスルーすると思います。まあ、その残りターンとかがもう少なかったら勝負しに行って、拾ってっていう感じも考えてもいいと思うんですけど、あと1回 VR フィールドに行けるのは分かりきっていたので、そこは、ま、踏まなかったという感じですね。これ、どこに行くの？スバル行ったか。まあ、今のは正直変化でも良くて結構こう悩ましいところです。まあ、体力の消費を考えて、まあ、今はバックしたって感じですね。ここは普通に筋力で、まあ、休息で全然大丈夫です。まあ、タックセルと変化系を詰めたんで、まあ、普通に強いですね。ラブパワーも入りました。で、これ普通にめちゃくちゃ強いです。11% ありますね。で、11% あるので、ここはしっかりと怪我しないように、まずは怪我しにくさのコツを取りに行きましょう。この時点で丸は取ってるんですよね。で、ここから、うん、ここはもう行きます。ここはもう行きます。ここは非常に鮮明に覚えてます。まあ、超特訓して取りに行こうか迷ったんですけど、結局6月3週で1回休んで、またもう1回超特訓踏めるんで、まあ、ここは普通に行っていいかっていう感じでした。195、もう強すぎるよねこれ。休む。はい。で、ここで超特訓をかましていくと。で、変化ちゃんと入っていて、ここも999と乾燥タックが入ってます。でもこの時点で77757なんですよ。で、しかもここ乾燥タック入ってるんで、当然もう試合前にもう達成できそうなんですよね。変な話、そのポイントさえ噛み合えばっていうぐらいのこう変化インフレは起きているんじゃないかなって思うと、やっぱりそのこれを生かしてこうガチ育成に組み込んでいける、まあ組み込むっていうのは、まあ無理じゃないんじゃないのかななんて思っていたりはします。まあ当然こんなに変化球積むことはないので、
まあ、どういう風にやっていくっていうのは、まあ、こう移行していく必要はあるんですけど、まあ、この時点でもうほぼほぼやるべきことは終わってるという感じになります。で、試合に関しては、まあ、カット挟むのと、あとはもうこの777、まあ、オール7ですよね、達成した時点でこの動画自体は一番最後の方まで行って、まあ、経験点何点出ましてこんな感じですっていうのをお出しするようにする形になってます。でもここで達成ですね、7月の3週時点で達成ですという、まあ、過去最速のオール変化球ができましたというところと、まあ、これ、ムービングファーストも取ってるんで、まあ、文句ない形になっているんじゃないかなと。まあ、強切れとか、あとは、変化ポイントを使う系も全部取っているので、ほぼ。なので、まあ、本当に文句のつけようのないピッチャーができたな、というふうに思ってます。まあ、そこそこ試行回数はやりましたけど、まあ、本当に楽しくサクセスできたな、という感じはしております。で、この試合、パッて行って、終わったらいきなり甲子園決勝終わりまで行くので、そこは皆様ご了承いただければっていう感じです。まあもう間の練習見てもしょうがないんで正直。まあ見やすいかなって思ってこういう処理にしてます。で、最終的な経験点は 19,285 点ですね。で、カンストで捨てたものを含めれば2万点超は確実に出ていたかなというふうに思うので、まあ、かなりいいサクセスだったかなというふうには思います。あと、海岸で意気揚々一発でバーン引いて、それもうまかったなっていう感じですね。まあ、なんかその海岸部分とかも、やっぱ生放送とかだと盛り上がるんですけど、まあ一人で海岸しててもまあ、この回に関しては、まあ、撮っても撮んなくても一緒なんでしょうがないかなって感じで、カット処理にはしてます。ただ、勢いはピンズで欲しいとこだったんで、まあ、良かったなっていう感じで、能力値最終的にこんな感じですね。はい、ということで、まあ、S7 先発ですが、まあ、できましたというところで、ちょっとまあ、僕の中でも、感慨深いものが、まあ、またできたなという感じです。はい。まあ、これ折り辺取らなくてもいける構成かもしれません。もしかしたらちょっとそんなのもこう、まあ、またこう娯楽としてね、自分の中でやれたらいいかななんて思っていたりもします。まあ、ピッチャーやれそうだなっていう感覚をつかんできたのと、あとはちょっと皆さんからももしなんかこういうのがあればっていうのがあれば、ちょっとリクエストをいただとければ、ちょっとやるかやらないかわかんないですが、検討させていただきますっていう話と、まあ、前向きにやれたらいいなと思っていたりします。まあ、こういう息抜き会とかね、ロマン会もちょこちょことやりながら、まあ、ガチ育成もね挟みながら、皆さんにいろんな動画を楽しんでいただけるように頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いしますという話と、もしよかったら、噛んじゃった、大事なところで。もしよかったら、高評価とコメント、あとは、お友達とかにもね、これすげえぜって、進めていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで、応援いただければ嬉しいです。感想の方もお待ちしております。また、ツイッターの方も、コメント欄に、リンク貼っておきますので、もしよかったらフォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。